ダナイ・グリラは、アメリカ合衆国の女優、劇作家。テレビシリーズ、ウォーキング・デッドの未承認役で知られる。アイオワ州、グリンネルで生まれる。両親は、ジンバブエ出身で、母は、大学図書館員、父は、科学教師である。カイロプラクターの兄のほか、二人の姉妹がいる。グリンネル高等学校を卒業後、マカレスター大学に通った。ニューヨーク大学で MFA を取得。2006年にオフブロードウェイ作品 In the Continuum でオビー賞とアウター批評家協会賞の脚本賞、ヘレン・ヘイズ賞の主演女優賞を獲得した。2007年に映画扉を叩く人に出演し、メソッドフェストインディペンデント映画祭の助演女優賞を獲得。2009年にオーガスト・ウィルソンの舞台、ジョー・ターナー、エスカム&ゴーンでブロードウェイデビューを果たした。2010年から2011年には HBO のシリーズ、ドリームに出演。2012年12月の世界エイズデーでは、グリラの舞台、In the Continuum が記念上演された。2012年3月、AMC のテレビシリーズ、ウォーキングデッドの第3シーズンにより、未承認役で加わることが発表された。2013年には、ドラマ映画、マザー・オブ・ジョージに出演し、同年1月のサンダンス映画祭で、プレミア上映され、演技が高く評価された。2013年6月、ガイズ・チョイス賞のジャンクロード・ガッダム賞を獲得。キリスト教徒である。ありがとうございます。